たけし岡田のちょっとね。本日のナレーションは浜岡が担当いたします。本日は顔のエクササイズ、ぜひたけし岡田と一緒にやってみてください。まずは口をおの形からうの形にしていきます。おの口をしているときはなるべく自分の下ベロを口内の下につけておくように意識しましょう。小顔になりたい、部首が気になる、年とともに筋肉がたるんできているなどの悩みを解決いたします。残り5秒、3、2、1、はい終了です。次は口をうの形からいの形に持っていきましょう。少しずつ顔がつりそうな感覚になってきたら効果出てきています。残り10。小顔になりたいからといってやりすぎには注意しましょう。3、2、1、はい終了。次は舌を口の中でぐるぐる回してみましょう。残り10秒、残り5、3、2、1、はい終了です。これまでの3つの動きを繰り返していきます。小顔をキープするには普段の姿勢も大事だと言われています。正しい姿勢をキープするために他の YouTube 動画もやってみてください。女性の方だけではなく男性にももちろん効果あり、最近お酒を飲みすぎて次の日の大事な会議の時に顔がむくんでる、そんなことはありませんか？寝る前にこれをやるだけで次の日少しは変わるかもしれませんよ。口の中でぐるぐる舌を回していきましょう。鍛えすぎるとかえって筋肉がつきすぎてしまい、顔が大きくなってしまうこともありますので注意してください。残り5、3、2、1、はい終了です。では残り1周頑張っていきましょう。小顔になりたいのなら食事をするときに左右均等に噛むようにしましょう。片方だけで噛んでしまっていませんか？そうすると片方だけ筋肉がつき、左右のバランスがバラバラになってしまいます。意識して食事をしてみましょう。残り15、うからいの口にしていきましょう。残り10、残り5、3、2、1、はい終了。では最後口をぐる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 と口の中を回していきましょう。顔のエクササイズが続きます。小顔になりたい方、不自覚になっている方、ぜひやってみてください。それではお疲れ様でした。